県立佐伯方南高校の文化祭に現れたのはマラソンの元日本代表宋茂武兄弟です。兄茂さんは1978年の別府大分毎日マラソンで日本人で初めて2時間10分台を切り、弟武さんもオリンピック2大会に出場しました。2人は現役時代の映像を見ながら当時の舞台裏や苦境の乗り越え方などを母校の後輩に向けて話しました。みんなに持ってほしいのはやはり素直な気持ちっていうか心というかそういうものをずっと持ち続けてほしい。宋兄弟みたいな、先輩方がいてとても光栄だなと思いました。練習とかきついとき素直な心というのをモチベーションにして頑張ろうと思いました。佐伯方南高校は世界と戦った先輩を知り母校愛や地元愛を深めてほしいと話しています。